1903年の第7代ポーズコート子爵第7代ポーズコート子爵マービン・ウィンフィールドはイギリスの政治家アイルランド貴族第6代ポーズコート子爵リチャード・ウィンフィールドとエリザベス・フランシス・シャーロット・ジョスリンの息子として1836年10月13日にポーズコート城で生まれた1844年8月11日に父が死去すると ポーズコート試写会を継承した。イートンカレッジで教育を受けた後、1854年から1862年まで、ライフガーズ第一連隊で士官を務めた。1857年に成人した後、治療のポーズコート辞書の発展に尽力したほか、芸術収集にも余念がなく、1864年にアイルランド国立美術館の理事に任命され、1875年に、 王立アイルランドアカデミー会員に選出された。1892年から1897年までロイヤルダブリンソサエティ会長を務めた。1865年から1904年までアイルランド貴族代表議員を務め、貴族院で自由党を支持し、1869年のアイルランド国境会廃止に賛成票を投じた。その後、 1871年8月2日に聖パトリック勲章を授与され、1885年6月27日に連合王国貴族であるウィック・ロー県におけるポーズコートのポーズコート男爵に除された。しかし、ウィリアム・グラットストンのアイルランド自期への転向に反対し、1886年に自由統一党に転じた。1897年8月6日に、 アイルランド数密院の数密顧問館に任命された。1883年時点で、ウィックロー県に4万986エーカーの、ウェックスフォード県に1万1641エーカーの、ダブリン県に631エーカーの土地を所有し、これらの土地から、年1万6385ポンドの収入を得た。1904年6月5日に死去、息子、 マービン・リチャードが借を継承した。1864年4月26日にジュリア・クックと結婚2男3女を設けた。ありがとうございます。